変人様、ファデュイです。さすがはナタの神、その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については存じている。とうに運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君や私のような人間は言葉より力だったな。永遠の主か。命令だ。隊長とその幇助者を全て見つけよ。大丈夫ですか、円陣様。手強い相手だ。さすがファトゥス第一位だけのことはあるな。円陣様に匹敵する人間がこの世界にいるとは。彼はスネージダヤの助行のために来たんでしょうか。でもなぜ500年前のことを。確かに彼はナタについてどれくらい知っているのでしょう。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、おのおのに目的がある。あの隊長も何らかの目的があるのだろう。とにかく相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中止せざるを得ないでしょう。次にまたファデュイが襲ってきたら太刀打ちできる者はいません。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷は
しばらく彼の足を引っ張るだろう。それと彼を助けたあの力は名縁の主によるものだ。つまり内部に裏切り者がいるということですね。確かなことはまだ言えないが、もしそうだとしたら貴重な転機にもなりうる。最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な存在を感じた。それを詳しく調べよう。キイニチ、名縁の主のところに行って彼を助けたのが誰なのか調べてくれ。シトラリを尋ねればいいだろう。彼女なら知っているはずだ。はい、すぐに向かいます。ただエンジン様のご決断は変わらないのでしょうか。ああ、案ずるな。この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは、皆で共に見つけたナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様、大丈夫ですか？心配無用。ただ少し悔いているだけだ。まだ髪を燃やせるうちに写真でも撮っておくべきだったとな。もう手遅れだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。プレイステーション。